東口米沢駅は、山形県米沢市駅前一丁目にある、東日本旅客鉄道の駅である。山形県の南部、大板地方の中心都市である、米沢市の代表駅であり、山形新幹線翼の全列車が停車する。乗り入れている路線は、全路名称上は、当駅の所属線である、大羽本線と、当駅を起点とする米坂線の2路線である。 大宇本線に関しては、道路線を走るミニ新幹線である山形新幹線の停車駅となっており、一方、大宇本線在来線の愛称として山形線が設定されている。山形線においては、運転系統は当駅を境に分かれる。山形方面は、ほとんどが単線であるが本数は、毎時一本はおおむね確保されている。しかし、福島方面は当駅から、 隣の関根駅までを除いて複線であるが、普通列車の本数は激減する。左が1番線、右奥の列車が留置されているのが4番線。5番線は4番線のさらに向こう側になる。5線橋は主要停止中駅構内変則的な2面5線のホームを有する地上駅。1.45番線は、切りかき機、ホーム1面3線。4番線が、 ホーム西側福島方を切り抜いて、さらに小番線が4番線福島方を切り抜いた形で設置されている。2.3番線は、島式ホーム1面2線。互いのホームは、古戦橋で連絡している。直営駅であり、管理駅として、大宇本線の板谷駅、中川駅間、米坂線の南米沢駅、今泉駅間の各駅を管理している。緑の窓口、 自動券売機、指定席券売機、待合室、ビューアルテ、キオスク、ヌーデイズ、立ち食いそば屋、駅連高い営業所、エレベーター設置。改札口に、新幹線イ、e、チケットサービス、タッチで、Go、新幹線用の改札機が設置されている。なお、改札口は、西口のみに存在しており、東口から利用する場合は、 東西自由通路で西口側に移動する形となる松川弁当店新キネ屋の2店舗により販売されている主な駅弁は下記の通り JR 東日本によると2020年度の1日平均乗車人員は1339人である1935年度及び2000年度以降の推移は 以下の通りである。西口東口西口からは山港バスや市民バス、東口からは東北急行バスオリオンバスの路線、仙台米沢線が発着する。ありがとうございます。